よろしくお願いいたします。11と、176ってどこだ。あ、次ロイさん呼び出します。17なんて数字はありえないんですけど、これ14だよ、アホだろ。なんでハメ計算やっぱおかしいよお前。10対4が17になってるんですか。これ大丈夫なんですかね、これ。はい、アマークソバイケン大使館投げますと、で、B 番台は今回難しい。アマークソバイケン対するはチクワドゥームバージル。じゃあね、あれ、じゃあロイさんとヤクセルさん、B 番台まだ高さがやってねえんだ。読みましたよね、はい。あ、ロイさんやった、はい、ごめんなさい。いや、大丈夫です、ダメージはあるし。じゃあ、ヤクセルさんが、ね、まあ、14か。はい、試合の方は、投げさんのファーストと天草君の外見となっておりますね。投げさんはもうすでに県切符取っていますが、アルカップの大会の方にも、出るということで、最近はアルカップにお熱と。と対して就活にお熱の天草君ですが、頑張っていただきたいところ。両方ね。一本選手ちくわ。さあ、ものだけすごい当たり方、何が当たったかわからないが、とりあえず確かに出してジャンパーサーが下がっていた。レレレを直して画面中央、うまい。スパイロン通して、ここはバストを使わざるを得ない。やばい。さあ、もう一度ジャンパイサラ、横の判定が結構大きいんで、しゃがみ歩きしようとするとグサッと刺さってる感じですね。畳返しから前に出て投げを匂わすの、畳からの桜からのカバリからのエース。しゃがみだったんで結構美味しかったんですけど、ラッキーラッキー、畳返しが当たってジャンピー KDKD と決めて画面端トリックの判定。さあ、オーレン引っかかってどっちでしょう。マイケカバリヒット美味しいぞ。しっかりコンボ決めたいが大きなが出ないから、マイビー、ここはドリル。さあ、ここからの根性値に期待ですが、FB 畳返し、3枚畳返しというね、正式名称らしいんでね、力合っていきましょう。さあ、先ほどまで見せていたじゃん、あ、ちくわやったゲット。あとはドゥームとバージルが来るのを待つだけですけども、このゲームは1対1、スーパーチーない装填中央。さあ、鉄アレイが飛んできて、画面上、ジャンハイ危ないぞ。おっと、しっかりガードしている。ガーキャンで回り込み、画面端、しかし愛が当たる。ジャンディーダウンは取らさない。畳返して、うまい。ジャンハイから足払い広い、ちょっと中央に逃がしてしまわない。攻めを継続、いい判断。さあ、爆弾が出ている間、お互いに立ち回りは止まってしまいました。 B 番で勝ったのはタカさん、グザリアとショートさんの D。 すげえ、おめでとうございます。じゃあね、B 番台では俺とエンさん行きます。お願いします。じゃあちょっとハメージ、通訳の取り方わかるよね、通訳の取り方。あ、じゃあちょっと通訳取っといて。じゃあお願いします。さあ、勝ったのはスクワドゥームバージル。じゃあ呼び出しだけちょっと通訳取るんで待っててください。どこだ次。あ、押田さんと俺になるな。ああ、あー、ここっす。はい。あとやってないとこないから。押田さんと俺、ノーカード安定。じゃあ、枠取ってるからちょっと待っててください。枠取ってるんでちょっと待っててください。はい、少々お待ちください。開幕、放送の開幕はポチョスレイヤーです。かわいそうですね。え、ポチョディジあった。あー、俺見てないからな。同じ見てない、見てない。ディジかわいそうに。なぜなるか。
はい、もうちょっと待ってくださいね。さあ大丈夫かな。はい、オッケーです。スタートボタンを押し始めていってください。どうぞ。はい、というわけで、B 筐体は勝手のエンスレイヤーですね。じゃあ B 筐体呼び出しちゃいます。ニコさんとガクさん、ニコさんとガクさん同キャラをお願いします。ニコさんはいますね。ガクさん、ガクさん試合です。 B 筐体でお願いします。はい、では A 筐体 FMB ポチョムキン VS、名前が分かんないんで七夕スレイヤーと言っちゃいます。読めません。開幕立ち入り、そして前ジャンプ、ポチョムキンバースター、すでに相手の心は折れている。しかし画面端、マイケガード、画面端にいるがリターンに繋がらないバースト。前ハイマッパ足払い当てて、レイトは飛んでいる。ジャンプ系が当たらずにバスター、拾えない。青キャン使ってフォローする。そしてオーラ前パン、タチ系ガードして、レイトが出ていたと思ったらタチパンの方が勝ってた。どうなってるんや。2ラウンド目、シャガハイ、これは拾い直して、シャガハイヒート、ジャッケーからここまで暴れている。クロスアイズしっかりリターンにつなげる。ミケイヒーダウンを奪って画面端、シャミケイから足払い、ゲージを回収していたがここでバックスが通る。ジャンプエース鉄、おとなしくガードして、さあ立ち回り、足払い、立ち確認の DOT、 伏せパイル、いいヘリしていたが殺しきれない。助け、さあワンチャン怖いぞ。ポチョムキン足払い、前蹴、しゃがむ、しゃがパン、マッパー削っていく。エースホルテガード、しかしスライドが通って立ち蹴ガード、メガミスター王から攻め継続、もう一回やめなくて、そして暴れつぶしの連携に対してしゃがみパンチ勝っていく。さすが1万回振ってるだけありますね。感謝の5番アバースト。最終ラウンドちょっと立ち上がりは悪いのは七夕スレイヤー側だが、 PPKS 補正切りのヒート当たらない。そして足払い、レイトが立ちくらい、足払い投げて画面端、ジャンパイが当たってジャンプ系、しゃべさ学生避けているが画面端が近いぞ。シャンケー当たらず、ジャンパイ待って、そしてスラバスター、これは拾えなかったが画面端投げて回復していく。ダバダバレイト当たってしまった。そして最後はしゃがみハイ、多分バーストもできなかったでしょう。青キャン仕込んであるでしょう。勝ったのは FAB で、次はミスターブルーとテレサおじさんですね。ミスターブルーとテレサおじさんいますか。はい、ミスターブルー、はい、いました。隣はどっちが勝ちましたかね。ニコさんとガクさん勝ったのはどっちかな。ガクさん緑色だった。はい、ガクさんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、次は、K さんと水谷首輪さん。 K さんと首輪さんいますか。首輪さん B 兄弟で試合お願いします。あ、はい、あ、じゃあ、K さん後ろにいるんで、はい、スレイヤージャムですね。いや、これ前から言いたかったんですけど、本当にジャムはね、まあ、別ゲーですけどアルカムとスクラルを本当に彷彿とさせるキャラになったなって思います。はい、1ラウンド目、まあ、どういう意味かは言わないんで、アルカプの動画も見ましょう。そして金エース前ハイ当たらない、勝利パナス、アッパー足まで拾って、フ
構成切り線に当たらない。はいはい、さあ強化から画面端溜めて中段は飛んでいる、落ちてこれは死んでしまう。一本接種はダークジャムおじさん、おじさんなのは変わんないんだね。2ラウンド目セリ足払いでダウンを奪って走って画面端に追い込んでいく。ドンドンで拾い直す、そして FB 朝薙ファースト通っている。ブーメラン戻ってくる、足払い足払い TS 何でも登録です。足払い昇竜拳、ああ強化で吹き飛ばして激励、もう一回回収、そして続く着地硬直かな、立ちハイ、そしてちょっと待ってたら、いやーバースト変わらんか、バーストは変わらんか。最終ラウンド、あーこれはセリ大丈夫、許された。呼吸FB アポドンドンバスト、さあはしゃいでいる、そしてラストが当たってダウンしている。アッパー金エースから確定反撃を取って FB 朝薙マイハイ、これは殺しきれそうだね、殺しきれるよね多分削りで。だから勝ったのはおじさん、おっさんっすね。はい、じゃ あこれどうする、上からやっていく、じゃあもうやっちゃいましょう、僕とハメックスさん。じゃあね、 B 番台ね、書いてないんだ、中坊神と天草くんかな、多分これ天草くんですね。はい、天草くん B 番台で、中坊神と試合です。増えたって何試合お、これ誰だっけ、ハメンチか、ハメンチどこ行くの今週、ええ何宮崎、へえ。マンゴー、まあ、なんか買ってきて、金切符いらないから、え切符、あー切符買わないと新幹線乗れないもんね。はい、行きましょう。おっとハメンチが後ろ後ろ見ろお前さあやった、上からバカして10戦勝ち大阪さんとの10戦勝ちは 10-0、 トラムやりそう、あ、よし当たっている、拾えるよ、すごい長いんですよね、エスミカエルの1段目カウンターヒット立ちを、お、立ちくらい、やったー、危ないやばい、あたみ、いけなくない、やばい、あれハメンチどこ行くんだっけ行け頑張れおいおいおいだい早押ししないとね、やっぱ早押しされると、まあ、結構耐久難しいんですけども、しっかり置いておけばやっぱ耐久で落とせますね。さあ目の前押してきて前、はい、あ、えからの画面端画面を取ってテンション、あーあーなるほどなるほど、うん、なるほどね、画面端、お、バックステップうまく使いこなしていく、拾える拾える、拾えない、ごめんね、もう体力、さあしっかりダウンをしない当たり方調べていますね。愛を投げる、さあワンチャンス、あっこれ美味しい、ハンパーからの中央、やったー、しかし歩くだけ、あ、爆弾爆弾、もう今もう少し頑張って爆発で頑張ればなんか工夫すれば当たったかもしれないですね。後ろ攻めはめくってほい、頑張れハメンチュー、キンキップ頑張れ、おー分かった、はい行きましょう、ロイさんと神様ねじ巻きファーストチームじゃない試合です。はい、 B 番台ゆうたさんのクリフト、ヤクセルさんのアクセル、
6番がどこだ、書いてない。6番、純さんだ。純さんが名前書いてないですね。はい、けど宮崎ってファーストいるんじゃないの、ファーストいるんじゃないの、向こうは。いや、ハメンチョが来ると聞いてっつって、なんか、いや宮崎、いや無理なんじゃねえか、なんか無理そうな雰囲気するよ。なんかすごい強そうな人がいる雰囲気する。宮崎スカウターバカしそうなぐらい。そう、俺が測ったのが今なんか気のせいかもしれないけど、結構ねヤバそう。さあロイさんと、ディーバプレイヤー、おーい、爆風の中からさっそうと、かっこすぎる、さすがイケメンショウ。あ、惜しいルーティーみたいな感じで、もし投げ捨てられる運命にあったらな。助けに入ったらじゃん。はい、ボーンはしない、ダメージ中央から端、あ、燃えているが、燃えて、熱く燃えて、ゴイングマイウェイからのドリル、やばい。しかし5番乗って、たくさん投げる、いて、力取った、力大名人、ほいおー、エンガス一本選手、やばいね。どんな食い合わせで腹壊せよ。そうですね、これとこれはダメみたいな。さあ燃えた、助け2杯すら S ドーンから2杯 S ドーンですね。ほいほい、超ヘッダー画面足、そして何を通すか、飛んで逃げるところをしっかり立ち系で捉えて、2ループからボルカー叩き落とし、大きい攻めはチャンハイバックステップで回避、パフニール、ここはね回避を狙っていきましたが相当が強い。ランダシ2K エンス体力リードをしている。ソルはここは捉えていきます。最初ランド、さあガンフレーム前行って助けて返す、メタルが降っているぞ、マイハイスラー超長い中段、しっかりしゃがめるけど、しかしここは昇竜拳で勝っていく、いい判断。ジャンプ系学さんかっこいいこと言ってましたからね、それ言うと大佐に怒られそうなんで今ちょっと言わないでおきますが、ジャンディヒット、このジャンディが強いが、ここはダウンし、立ち系ヒット、ダメージ、パフニール刺さって、ここはバックス投げ、通してからモノ投げ、超投げ、何が出たかな、アイを投げる、ダメージ、2K から立ちハイスラー、いいものを引いたが、ここダメージ、昇竜拳、ここは追加を出さずにガードを間に合っています。乗ってリボルバー無視、ガンフレーム発生するも危なかったが潰していく、そして乗ってどうすのジャンピー返して愛を投げる、立ち合いすな、危ない、ブッキラをマークせ、連打しました。勝ったのは大阪じゃねえや、勝ったね大阪で、はいはい、いい試合でした。あ、また同キャラ仲いいですな。じゃあ FAB さんのもちろん金と、テルサ今日なんかテレサーマンにあの初代クソルさんと一緒にみんなが来る前に頑張って2人で入ってたんですけども、俺全然勝てなくて初代クソル先生は結構勝ってくれたんですけども、もう